曜日のお昼です。お客さんが来てバイク12台まとめて買ってってくれました。ありがとうございます。今は外人から電話が来て何言ってるかわからないので、ちょっと現地に行ってみようと思います。油断できない外人なので、ちょっと用心しながら行ってきます。はい、まあ外人との商談は無事に取引成立し、 3YK の ZR V100 など入荷。それでそれはいいんだけど、今その Z4 を持っていくことになった。これは良かったんだけど、これを一人で引っ張り出さなければならない。そして今積んでる3台は鍵なしでハンドルロックかかってるので、一人でこれを下ろすのも大変。誰か手伝いいればいいんだけど、まあ時間がないからしょうがない、一人でやるしかない。たまには頑張るか。時間がないので頑張って積み下ろししたら、積み終わったらたまたま龍速健さんが遊びに来て遊びにというか納品試し打ちに来て、もうちょっと早く来てくれれば手伝ってもらったのにななかなかハードだったよこれ。それで、電動の MP5 と G3を今流速で頼んでます。今日はもう時間がないので行っちゃうんですけど、うちのエアコキの MP5 とかが 50m 水平に飛ぶぐらいで、まあうちの中では結構それでもヘボい方で、ケンさんが作った流速のは、レーザー測距仪で測ったところ 80m のとこまで水平に飛んでいるので、エアコキの火ではないです、うちのエアコキカスタムはうちの中でも結構ヘボい方なんです。じゃあケンさん、また山で動画を撮りましょう。流速のよろしくお願いします。もう一つお客さんに言われたんだけど、GTF 熊沢流速ケンさんで検索するとなんか詐欺サイトみたいなのが出てくるらしい。詐欺サイト、無在庫転売みたいな。ああ、うちの流速クルスとかが3万ぐらいで売ってて、これ本当なんですかとか問い合わせが来るんだけど、そういうの詐欺なので、うちそんな安くは作れないし、そういう知らないところで売ってないので、欲しい人は直接連絡ください。そういうとこ金だけ取られちゃうので気をつけてください。流速検査に内部チューンしてもらった流速の G3 の、これはあれだっけ、中メカボ、黒メカボだね。ハイサイクル G3 ハイサイクルの流速チューンです。これは外装を金属塗装して
売りに出します。よろしくお願いします。 GTF 熊沢。あ、書類あるよ。書類あるし、書箱もあった。え、すごい。はい、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。バグソニックデザインの竹内さんがバイクの見学に来ました。まあ、いっぱいあるので、バーッと見てください。どれ？あれはね、アディバの N125。ここにさ、これこれ。アディバの R125 と共通エンジンで、あっちはちょっとネイキッドっぽい外装。あまり見かけないやつだ。おお、それは竹内さんが好きそうな感じだね。そんなクラブマンあったよね。ありましたね。うん。ヤマハ XS252 GX400 のエンジンが積んであります。気になる方は町田のガレージまで見に来てくださいね。お待ちしてます。はい、どうぞ、はい。ヤマハのビラーゴ250、始動確認します。はい。おう。竹内さん、ビラーゴお買い上げです。ありがとうございます。いや、安く売っちゃったな。予備のタンクとリアフェンダー付き、外装2セットあるんですけど、ですね、今回から鍵代徴収することになったので鍵代ください。うまかったですね。あったまった。チャーシュー最高でした。ああ、うん、チャーシュー最高だった。ありがとうございました。はい、いや、こちらこそ今日はありがとうございました。まさか2班買うとは思わなかったっす。まさかビラーゴ買っていくとは思わなかったっす。じゃあ頑張って、ね、座してください。はい、うん、また次のツーリングタイミング合えば一緒に行きましょう。はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。